こんにちは、アマゾンサポーター堀秀夫です。今日はアマゾンからのメール、アマゾンの商標登録の、商標登録がされている商品のカタログを削除しましたというメールが届くことがあります。で、このメール、文面ね、この下の方に出してありますけど、このメールが届いた時の対応は、アメリカとオーストラリアで対応が違います。アメリカ、アマゾンやってる出品者さんは、これ慎重に、出品者の余ってるアメリカはできるだけリスクを避けないとアカウント削除のリスクがあります。一方、オーストラリア、アマゾンのみで、取り組んでる、会員さんはそれほど心配なくて、出品者の少ないオーストラリアでは多少のリスクを犯してもアカウント削除のリスクは低いです。そんなわけで、まずアメリカの対応、これね、もう売れませんというふうに来てるんで、カタログ削除されてる場合が多いんですけど、逆に削除されてない場合も、もう商品を破棄して、カタログは削除すると、インベントリー画面で、リスティングクローズ&ディレートをしてね、という形でもうその商品扱いませんというふうにした方が無難です。一方、オーストラリア、これはまず面白いっていうか、アマゾンらしいっていうか、オーストラリアらしいんですけど、放っておくとカタログ復活することがあります。何事もなく、いや、その申し出別に、この出品者違反してなかったじゃんと、普通にお宅のも売ってるだけだねというふうになるのか、あるいはシステムが単に削除したのを、これいいんじゃねえのって言って戻すとかね、どんな理由か分かりませんけど、放っておくと復活することがあります。あるいは、カタログを修正する、これメーカー名とかタイトルを変更してカタログを作ってそれで販売できるというふうになることもあります。これ一応アメリカでもできるはずなんですけど、削除されたカタログをもう一回作ってね、それも違反だった場合のダメージが非常に大きいんで、アメリカの場合はこの、削除されたカタログを修正して作るってことはしないと。オーストラリアは、そのまずいって言ってるタイトル抜きにしてカタログ作って、そのまま普通に販売できるってこともあるんで、そういうふうにする。何しろアメリカのようにすぐに、商品を破棄したりカタログ削除しなくても大丈夫です。でね、どんな商品でその通知が来てるか、その後どうなったのか、これやっぱね、サポートの一番の勘どころなんで、どのサポートプランでも、マニュアルサポートプランの方でも、この通知来たらこの商品ですと、どうしましょうっていうのを相談してください。事例が積み上がるとね、より、精度の高い安全な、無駄な損をしないサポートができますんで、これはもう質問を受け付けますんで、どんどん質問してください。で、来る文面はこんな感じですね。これ翻訳したもので、英語の文面はこちらという形でね、何しろ Amazon からメール来たらね、全部翻訳して対応が必要か、どんな対応した方がいいか、対応不要か、そういうのサポートしてますんで、これはどのプランでもサポートしてます。メール来て、分かんなかったり、あるいは確認したいときには連絡ください。でちなみに前ね、この下に出てきましたけど、 FBA の料金無料というのはね、 FBA の基本料金が10月末までかかんないという、キャンペーンのようでした。これ一つ見てもね、やっぱり出品者足りてなくて、出品者をどんどん増やしたいんだなというのが分かりますんで、オーストラリア、アマゾン、アメリカ、アマゾン、どんどん締め付け厳しくなってるじゃんというと、その通りなんでね、転売で取り組んでる会員さんは、アメリカ、アマゾンの方は利益が出る商品だけをね、厳選してやると。で、カタログ見当たらない商品をこれね、まだ空いてるねって言って出すのは危険です。アメリカはもう一通りね、みんな取り組んでるわけですから、カタログないってことはね、誰もやってないんじゃなくて、誰かやったけどそれカタログ削除されちゃった可能性があるんで、ミスミスリスクのあるとこ突っ込まない方がいいんで、オーストラリアとアメリカ、本当に同じアマゾンかよというぐらいね、こうしてくださいっていう対応が違うんですけど、ひとえに出品者の余ってるところと出品者を増やしたいところだとね、同じことをやっても対応全然違うっていうのは、それは当たり前っていうか仕方がないことなんで、アメリカやってる方は慎重に、オーストラリアやってる方はよほどのね、とんでもないヘマをしない限りは大丈夫なんで、利益が出る商品は、どんどん積極的に売っていくという形で取り組んでいただければと思います。またメールが来たとか、この商品どうだろうというのがあったらね、チャット枠の方でご相談ください。以上、アマゾンサポーター堀秀夫でした。